個性心理学認定講師柴田健二です。今日はですね、何をお伝えしようかなと思いながらも、いつもですね、お話ししたいことというか、内容。いっぱいありすぎて逆に何から喋ろうかなとか、何をお伝えしようかなっていつも迷うんですが。皆さんもですね、お気づき。お気づきだとね、見れば誰でも一発でわかるんですが、実は私、今年、1975年生まれなので、今年で43になります。そこで、でもこう、結構、髪型、見ていただくと、結構、自由奔放というか、思い切りアシンメトリーな髪型をしているわけですね。でもこれですね、実は個性心理学を知る前から、実はなんていうんですか、もともとのコピー機の営業をしていた時が、28、9、29ぐらいですかね。それぐらいまでコピー機の営業をしていました。で、そこで今度、会社を辞めて、個人事業主になって。で、その頃から、実はね、パソコンの訪問サポートの仕事をしてたんですけどね。その頃から、あるタイミングから、少しずつ少しずつ、会社を辞めて、ある意味個人で仕事をする。そういった中で、髪をね、徐々にアシンメトリーに、し始めたというか。パソコンの訪問サポートの仕事をしているような感じで、でも髪型はね、こういうふうな感じの、というのは、意外といないというか、感じがするんですよね。どちらかというと、ちょっとパソコンの訪問サポートというか、イメージです。あくまでもイメージ。どちらかというと、ちょっとそんなに明るい感じではなく、少し、抑えた感じというか、黙々と作業するような。そんな方のタイプがちょっと多いのかなという感じ。そんなイメージが強いような、ある意味業種、業界だったり、するような感じの中で、どちらかというと、ちょっと私、異質な、いつもね、ニコニコして、わーみたいな。あー、お客様みたいな感じもやってたりする。いつもじゃないですよ。いつもではないですけどね。そんなところで、あるところ、あるタイミングから、せっかくなんか自由というかね、個人で仕事してる中で、いえいえ、髪型も全然いいんじゃないかなって思って、少しずつアシンメトリー、アシンメトリー。前なんてね、もっともっともっと、このね、差が激しい時もあったんですよね。じゃあなぜこのアシンメトリーの髪にしているのかとか。感覚的な感じなんですけどね。おそらくこれも実はこのまた出ました。レポート。ここの中に答え、ヒントがあるんですね。表面です。やっぱりこの表面。ちょっと今日拡大しますね。表面のキャラクターは、ペガサス。このペガサスのキャラクターを見るとですね、もう金髪で、そう、このキャラクターがアシンメトリーなんですね。それだけペガサスさんというキャラクターは、あまり、周りを気にしないというか。周りを周り、自分は自分。そういった部分でね、あまり気にしない。全然気にしません。他人からどう思われようが関係ない。というのが、実はこのペガサスだったりするんですね。はい。で、見ました、今。髪型、黄色です。金髪です。ちょっとこちらの60の表でね、こちらのちょっと表を見ていただくとですね、ここに、ちょっと後ろが透けて、このね、換算表、これが透けてしまってて、ちょっと後ろ、映ってしまってますけどね。28番に優雅なペガサスってキャラクターがいるんですね。これが実は、皆さんご存知の、美輪明宏さんも、この実はね、28番だったりします。アシンメトリーまでいかないにしても、あの方、金髪というよりは黄色い髪型をしてますね。知ってか知らずか黄色い髪型をしています。黄色い髪型じゃないな。黄色い髪。ね、染めていらっしゃるんだなと思います。染めてるのかね、カツラかどうかわかんないですよ。私もそこまで調べたことはないですけどね。でも、なぜか知ってか知らずか黄色い髪型をしていたり。私はそこでアシンメトリーにしていたり。こういった、実は、ね、個性心理学ではそういうふうなお伝えをし方はしませんが、このキャラクターの順番というか、とある法則にのっとって、年代でこのキャラクター、本質というキャラクター、表面、意思ね、で、また希望というキャラクターがあります。この希望というのはそんなに年齢というか、歳、ね、歳を重ねたところでこのキャラクターがどうのこうのというのは、今私が知ってる限りはそんなにはないんですが、でも本質表面意思、このキャラクターは実は年齢でね、少しバランスが変わってきたりするというふうな可能性も見受けられる。その中で今の現時点の私、ね、個人事業主になって時とね、時というか時間、場所、あまりそれを選ばないようなお仕事が、好きだなとか、そんな仕事やりたいなというふうな部分が強くなったり、
ね、そういったのにね、プラスアルファしてこの髪型もね、自由奔放になりたい、自由奔放でいたいというふうな、それは心理心境からなのか、まあ髪もアシンメトリーにしてみたりと。はい。まあ一言答えなんですけどね、今のこの年代、自己実現をしていこうというふうな、そんな年代ってこの表面が思い切り強くね、なっている可能性がありますよと。はい。まあ、以前流行った動物占い。ね、12種類の動物で調べたときに、あ、羊ですね、ペガサスですね、と。で、ペガサスですね、という方は、まあ、この本質がペガサスだったりしたわけですね。でも、ここまで細かく調べると、実は、ここがペガサスじゃなくても、動物占いの、ね、診断結果でペガサスというキャラクターじゃなくても、どこかにペガサスを含んでいる人もね、まあ、いたりするんですけどね。はい、まあ、結構ね、何度も動画見ていただく中で、結構それ自分でもわかる。もう、これだけね、こう髪型というかね、髪の長さが違うアシンメトリーな、まあ、髪型を選ぶというか、チョイスする。そう。有名人、著名人、アスリート。でもですね、どこかこのアシンメトリーな感じにしている方、調べてみるとペガサスが入っていることが結構多かったりするんですね。はい。まあ今ちょっとね、今日自分の髪型を見ながら喋っちゃって、目線がこっちじゃなくて、こっちに行っちゃってるっていうね。あ、すいませんね。髪の方に自分の方もこう見ながらお話をしてしまったんですが、まあアシンメトリーにも理由がある。意味がある。ある意味、そういうふうに自由でいたいというふうな心理心境。時間と場所に縛られたくない。何にも束縛はされたくないというような心理心境がまたこういった髪型にも出てくるような。まあ、髪型であとですね、ちょっと気をつけてほしいなというのは、トラさんというキャラクターですね、トラ。トラさんは全体像、バランスというのをとても重要します。トラさんですよ。全体像、バランス。そうするとトラさんのキャラクターがこんなアシンメトリーをしているとバランスが悪い。なので、極端な話、髪型だけでイライラする。まあ、これは極端な話、トラさんというキャラクターの中にまたペガサスも持っている方は別ですよ。ただ、トラさんというキャラクター一つだけで見るならば、トラさんは分け目は真ん中からスパッとですね、真ん中。分けるなら真ん中から。で、まあ一番いいのはね、分け目があんまりはっきりしないというか、ぼさっとしたような感じとかね。はい。まあトラさんのキャラクターで有名人、著名人。まあタモリさんですね、タモリさん。オールバックとかね、髪型。分け目ないですね。桑田佳祐さん。明石家さんまさん。あとね、はい。そういうような方々とか。今の天皇陛下も実は寅さんのキャラクターだったり。まあ、寅さん、でも天皇陛下はね、真ん中からっていうような感じでは多分、ないような印象ではありますけどね。まあ、ああいうふうな、ね、まあ、特別な方は、ある意味、髪型にも何かあるかもしれませんけどね。はい。まあ、私たちが知る有名人、著名人。結構、寅さんのキャラクターの人は真ん中からなのか。まあ、多くはですね、真ん中というよりはあまり分け目がないような、しと決めていないような方々が多いかもしれませんけどね。まあ、そういった個性の違い、価値観の違い、考え方の違い、特に個性の違いというような部分から、その髪型にも。あ、それから髪型で触れるならば、そう、お猿さんね。お猿さんのキャラクターが入る人はとても髪が短い人が多いですね。特に女性の方。もうここにですね、当たる。その髪が当たるのがもうイライラする。チクチク、まあ、チクチクかどうかわかんないですよね。はい。もうここに当たるのが嫌だよね。というような感じで髪型。ね、ショートカット、ベリーショートの人も多かったりします。まあ、私の知ってる方もですね、ベリーショートで私よりも髪短いよねっていう、お猿さんのキャラクターを持った女性の方もですね、何人もいたりするぐらいです。まあ、そんな感じで髪型にもいろんな人間の心理心境が出るからこそ、私は自由になってアシンメトリーになる。で、トラさんであればバランス重視で分けるか、分けるなら真ん中、それか分け目が気にしな、と分け目がね、あまりないような感じになるか。お猿さんはもうね、髪が短く、ね、頬に当たらない、このね、顎とか、このフェイスラインね、ここに当たらないような髪型を自然に選んでいたり。でも逆にもうね、お猿さんで髪が長くてここに当たってますよとか。もうね、本当は嫌なはずなのに、これがね、麻痺している。寅さんのキャラクターも七三分けで、ある意味七三分けで固定されていて、常に分け目が気になるんだよなぁと、このイライラ感。こういったものはもう確実に自分らしくないですよと。そういったタイプはおそらくうまくいってない人たちが多いですね。もう、もやもやしている。そういうの感覚にちょっとね、もう慣れてしまっている。実はそのもやもや、違和感というのが自分らしさとをですね、まあ、見つけていくヒントになったりしますので、ぜひ、何か自分の中で違和感とか、もやもやを感じるなら、それがどこから来るのかっていうことをね、ちょっとこう、
突き詰めていくと、そこに自分らしさのヒント、答えが実は眠っている可能性もありますよと。今日はちょっとね、この髪型に触れたお話をしてみました。まあ、髪型にも個性が出ますよということです。はい。またですね、一応21日間連続で動画を配信していきますよという一つの目標。現時点でもまだ、なんとか継続達成中ということで、また明日も引き続き動画配信していきたいなと思いますので、お楽しみありがとうございました。